はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。今日は2020年1月12日日曜日、天気はあいにくちょっとね曇り雨だったりするんですけど、今日のモトブログを始めていきたいと思います。今日はですね、とあるイベントに参加しようと思ってます。そのイベントは何かというと、沖縄チャリティーランというイベントです。はい、以前にもね僕の動画では、沖縄チャリティーランの話をしたと思うんですけど、その時はラストチャリティーランという話をしたと思うんですね。ですがね、今回このチャリティーランが、嬉しいことに復活しました。はい、で復活した理由というのがですね、首里城です。首里城の炎上ですね。首里城再建のためのチャリティーランということで復活しました。いやーマジで嬉しい、まあ、嬉しいというかちょっと複雑なんですけど、まあ、首里城再建のチャリティーランということで、今回はそれに参加していきたいと思います。で前回はですね北谷町で、開催してたんですけども、今回は風が強い沖縄の、中部にある恩納村ですね、そちらの方で開催するそうです。もうそろそろね着くと思うんですけども、ちょっとね僕場所がねはっきりしないんですよね。チャリティーランはですね、前回も結構楽しかったんで今回も今からワクワクしてますね。いろんなバイクに出会うことができるので、今から楽しみにしております。でそろそろなんですけどね、看板が見えない、看板が見当たらない。首里城再建、いろいろな方が動いてますね。でありがたいことにたくさんの、ね、寄付金が集まっているそうです。で今回もライダーの皆さんはその寄付金のために集まってくれる方も、ね、結構いると思うんですけど、はい、どうにか、ね、再建してほしいと思いますね。今日はね朝からね土砂降りだったんですよ。いや本当大変だった。でね途中もねなんか霧雨みたいのに吹かれて、結構ね結構っていうか少し濡れました。はい、で風もね結構強くて、はやぶさなんですけど結構降られます。うん、今日ね革ジャンを着てるんですけども、少しね霧雨に降られたので、あとでねちゃんと手入れしなくちゃいけませんね。一体どこなんだろう、わかんないぞ。あ、これだ、これどこだ。こっちかな。間違えた全然違う。一応間違えた。なので今から行きます。一応間違えたんでね今から向かいます。あれかな、
運動公園って言ってるから多分あの体育館かもしれないな。合ってるかな。合ってるんだろうか、不安だぜ。あーでもなんかバイクがいる前に多分合ってるかな。合っとる、よかった。おーなんとか間に合いました。うわーいっぱいいますね。すげえ。どこだどこだ。おお。到着。ああ、やったぜ。ようやく到着した。はい、沖縄チャリティーラン行ってまいりました。結構ね面白かったです。はい、前回のねチャリティーランと比べて台数はね少なかったんですけどね。まあ天気が悪かったせいもあるんですけども、首里城再建のためにライダーの皆さんがね、集まったっていうのはなんかね結構グッてくるものがありますね。まあ、個人的にはとても有意義な時間を過ごさせていただきました。で会場に行って嬉しいことがあって、僕のこの元ブログの視聴者さんとね出会えることができました。はい、何名かの方に声をかけていただいて、結構嬉しかったです。琉球ライダーという風にして、デカデカとして言ってるわけじゃないので、多分ねバレないんじゃないかなという風に思ってたんですけど、意外とバレてましたね。まあでもね声をかけられるのは、嬉しいので、また一つよろしくお願いします。あとですね、そうだな、大学の時の、友達とも偶然に会うことがあって、結構ね、いろいろ話し込むことがありました。とてもね面白いイベントだったと思います。今後もねこれ毎年やってほしいなと思う今日この頃です。はい、というわけで今日の元ブログはこれで終わりましょうかね。はい、というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。